2017年に生産終了したフリーライドプレイバイクトリッカー XG250 を引き立つ9月20日より発売すると発表した。2004年に発売されたトリッカーは細身で小柄な車体に 249cc 空冷単気筒エンジンを搭載。舗装路、林道、オフロードなどあらゆる場所でライディングを楽しむことができるストリートモデルとして人気を博してきた。しかし2017年9月排ガス規制強化の影響で兄弟車のセローなどと共に生産終了が決定した。新型トリッカーは空冷エンジンをそのままに OU2 フィードバック制御の FI QL インジェクションや蒸発ガソリンの外気への排出を低減するトニスターの採用などで優れた環境性能と燃費性を実現。二輪車平成28年排出ガス規制に適合させながらもコンパクトな車体サイズ、軽快な走行性、個性的なスタイルを継承し気軽に乗りこなせる扱いやすさを維持した。車体色はトリッカーのイメージカラーともいえるオレンジのタンクにホワイトのタンクカバーを組み合わせたディープオレンジメタリック7オレンジとマットブラックのタンクとフレームにマットチタンのタンクカバーを組み合わせ、シンプルながらもストリートイメージを強調したマットブラックにマットブラック。価格は46万76